特別立法を一刻も早く成立させることが被害者の方々の救済のための一つの足がかりになると考えております。被害者の援護立法ですけれども、2月の意見書からですね、与野党の法案が提案され、そしてずっと協議が続けられてきまして、与野党の協議もつまり、そして政府との交渉も、ほぼ成立したと。で、間もなく審議が始まって通りそうだという状況を迎えております。その現状でまとまっている法案というのが今日の配布資料の資料1というところに、載っているものでございます。で、とりわけて最後までずっと議論になっておりましたのが64分の4の第12条の3項の部分でございます。で、12条の3項はですね、国は被災者たる子ども及び妊婦が医療を受けたときに負担すべき費用について、その負担を減免するために必要な施策を講ずると、こうなっているわけですが、この医療について対象が子どもと妊婦に限られていてですね、それ以外の人が含まれていないという問題と、この医療に括弧が付されておりまして、東京電力原子力事故にかかる放射線による被曝に起因しない負傷または疾病にかかる医療を除いたものを言うというふうになっております。これは与野党の協議の中でまとまった案では、同じように、被曝に起因しないことが明らかな医療を除くというふうになっていたわけですが、この部分が政府サイドとの交渉の結果、その明らかなという部分が除かれた状態になっております。本来その被災者として子どもや妊婦だけではなくて成人の方もかなり被曝をしているわけで、そこに被害が生ずる可能性は否定できません。そして、その被曝の起因性ということの立証を求めた場合にですね、本当に実効性のある、支援になるのだろうかという問題が指摘できると思います。現状でのその政府の財政負担という観点からですね、ご意見があってこういう案にまとまったというふうに聞いておりますけれども、本当にこの状態でですね、被災者の支援に確実につながるものになるのかどうか、法案の審議等を通じてですね、十分明らかにしていただきたいと思いますし、もし必要があれば、何らかの修正が必要な場合があり得るのではないかなと。これはそのどうやってこれからの状況展開のための足場を作るかというのがこの法案だというふうに思っていただきたいと思います。私どもにとっても不満な点というものはたくさんございます。先ほど申し上げましたように足りません。18歳以上の人たちどうなるの、その通りです。それからそのストレスから亡くなった方々、今桜井精神会長ははっきりこの法案について言っているのは、この事故によ放射能によって起きた病気、それから怪我、事故によって生活が激変することによって起きてきた新しい病気、例えば生活が変わって運動しなくなることによって起こった肥満だとか、そこから来る糖尿だとか骨折だとか、いろんなものが考えられます。そういうもの、それから事故が悪化させた病気、例えばとりわけ認知症の方々であるとか、発達障害の子どもなんかはそういうもの多いでしょうし、うつ病の方なんかもそうだろうと思います。事故によって管理できなくなった、あるいは事故によって本当にその精神的なストレスが強かった、そういうことによって悪化した病気、当然あると思います。こういうものを含めてこういうものを全部救おうということを今基本的に言っています。ただこの法案の法文からそう読めないというものがいっぱいあるのは分かっています。さっきも言いましたように、ツルツルの壁をどうやって登るんだって見つめ続けた1年余り、そこに私たちは今足を置く台を、自分たちの体を引き上げるためにその手の届くその取っかかりをこの法案としてその作ろうとしているんだということです。何よりも大事なことは、憲法に保障された国民、被災者をはじめとする国民の権利、知る権利であり選ぶ権利であり、そして国にきちんと命やそして幸せの追求を守らせる権利というものを高らかに主張することであり、それを法律としてちゃんと行っていくことだと思います。具体的にはまだまだこの法律に書き込めてないこといっぱいあります。これから考えていかなきゃいけないことあります。何ミリから始めるのか激論しなければいけないと思います。しかし20ミリかは一切関係ないんだよ。
言ってきてしまった今の状況、安全なんだから心配その方が悪いんだと言ってきてしまった状況、仮説で面倒見てるんだからこれ以上何が必要なんだねと言ってしまう、言わんばかりのその状況、そしてガンマ線の出るものだけちょこちょこっと測ってれば、あとはモニタリングもまあいいじゃないみたいな、で環境土木と除染バブルだけがどんどん行くみたいな、そして人々の生活っていうのはそういうゼネコンにお金がいて東京にお金戻ってきて実際に被災者のところに落ちてないこの状況を変えていくための取っかかりが本当に必要だと思ってます。二度とその本当に苦しんでいる人たちが自ら裁判を戦って立証責任を求められたということから、そうではなくて違うということに対して国が立証責任を負うような形を取るというこの画期的な部分というものだけは本当に守りたくて、1ヶ月政府と本当に交渉し抜いた結果、明らかにという一言は取ってねと言われましたけども、なんとか守ることができて、政府も今の法案については了承しています。そしてそれは党も了承しています。つまりこれは認めていただければそれが通り、その次の一歩二歩を作っていくための足がかりにはなってくれるというふうに信じております。ようやく人の人権という観点に立ってですね、私たちの住民そして子どもを含めてですね、健康管理や避難の問題、そういった問題に本格的に取り組む支援する法律、ここまでようやくこぎつけたかという思いで、私は今非常に考えいっぱいであります。もちろんまだまだこれから、この法律を実のあるものにしていくにはこれからがスタートだというのも私も当事者の一人として十分自覚しているつもりです。この法案をですね、本当に実のある実効性のあるものにしていくために決して、諦めずに、そしてぶれずに、またこびずに私たちは取り組んでいきたいと思っております。今の法律案、素晴らしい法律に仕上がってきていると思うんですが、なおやはり不満な点、谷岡先生ご自身もおっしゃってましたが残っています。一つはやはり12条のところだと思います。でそれはまあ子ども妊婦だけが対象になっているという点、そして金銭性の立証責任がどちらにあるのかというのが法文上は若干不明確に残っている点、この2つが大きなポイントであろうと思います。しかし私が申し上げたいのはそこも重要なんですけれども、それ以上にですね、この法律が持っている重要性というのは2条の2項、そして7条8条といったところにあると思っています。それはつまり避難の権利ということの根拠法になりうる可能性を秘めた法律になっているということです。実質的にはですね、この支援対象地域からの移動、支援対象地域に残った人に対する保護、支援対象地域から避難した人がまた帰る時の保障というものを全部一体として国が責任を持つべきだということが明確に書かれた法律になっていますので、あとはこれが通った後我々がそれをどれだけ具体化していけるのか、例えば高速道路の無料化措置が打ち切られた問題をこの法案を使ってどれだけ巻き返せるのか、あるいはその住宅の確保、避難者の住宅の確保というのを今は時限立法であるところの災害救助法の枠組みでこう綱渡りの状態で続けていますけれども、そこにどれだけの手当てをすることができるのか、そういったですね、具体的に何をしてくれるのという段階に次入ってくると思いますので、我々も継続的にそれをこう下支えしていくような活動をやっていければなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。